右手で、上からで左手で、脇の下から出て、でこれ超重要です。自分の右の手首隠します。これね、ほんとね、今でも MMA のプロとか見てても逆にするやつがいるんですよ。適当にやるんですよ。これなんでか分かります？右手首なんで隠すか分かります。こっから多分みんな大げさに言うとこうなるんですよ。ほとんどのやつが後ろに後頭部入れるのに一回こういう感じ。これをほんと極力小さく、もう顔つけたまんま顔を浮かさずにやりたいですよね。こう、こういう時はもう下にやったって相手のベクトルがこう締めてるんで、こっちに締めてるんで下に引いたってあんまり関係ないっていうか、まあ、やらないよりはマシやけど、こっちのこっちの逆のベクトルやりたいですね。だから相手が右手が上の場合は右手をこう入れます。俺ここで壁を作るっていう、まあ、こっちに力入れる感じですね。こっちに壁を作る感じ。これでちょっと気づかない、きついです。まずこれね、回ったら終わりなんですよ。顎を引こうが回ったら終わり、こうしっかり。だからこれを防ぎたくてここで壁を作る。